三省省は、かつて、中華民国に存在した省。管轄区域は、現在の中華人民共和国三省に、ほぼ相当するが、郊外北は、現在の内モンゴル自治区、加谷県南東部が、現在の河南省の行政区画となっている。東は、河北省、西は、潜水省、南は、河南省、北は、水嶺省と接していた。 1911年10月10日、武将危機により、侵害革命が勃発すると10月29日、大元新軍は決起、大元軍政府を組織した。また12月31日には、雲城で、加藤軍政府が成立したが、翌年4月4日、1912年1月には、大同軍政府が成立したが、同月15日にそれぞれ崩壊している。 1927年6月、進む水陸軍総司令であった、延さんは、国民革命軍を組織、既存の賛成省庁交渉を、解体し山西省政府を組織した。1949年4月24日、中国共産党人民解放軍により、大元が解放され、中華民国はその実効支配を喪失した。 1947年5月以前は陽極圏に、それ以降は大原市に設置された。民発は、寝台の道が廃止されたが、1913年3月に、中寺道、北路道、加藤道、木水道観察市が設置された。1914年5月、前章に、木安道、岩門道、加藤道の三道が設置された。 1927年に未知性は廃止された。中華人民共和国成立直前の管轄行政区画は下記の一市100号件。ありがとうございます。